こっからが多分裏面の裏話面にでなっすてきね。そうで、そもそもそんなことしてフォロワー数増やそうとするとやっぱ人気の奴隷になるよねと。これ、落合陽一さんが言ってたんですけれども、自分のイメージが勝手に歩き出して、自分以外の被害者を生むとか、まあ、自分も変わっちゃったりするので、まあ、なんかこういった人気の奴隷になるのはめちゃくちゃ良くないよねっていう意見もあったりして、これも僕その通りだなと思ってます。で、これ、まあ、宇野さんも多分近いこと言ってて、人気の奴隷になってくると、例えば、この人が叩かれてて、もうこの人叩くのは絶対正義だよねって空気になった時に、同じように石投げていくと、みんながリツイートとかしてくれるので、数字だけ見てるとこれが合理的になるんですよ。みたいなことやってて、なんか残るんだろうかっていうと、これやり続けて10年とか20年の人ってたまに見るんですけど、やっぱ何にもなってないっていうのは正直なとこなんですね。で、その人がなんか、ちょっと鋭い叩くことを書くと確かにリツイートされたりとかブログが人気になったりするけど、それだけじゃんみたいなのもあったりするので、なんか本当にこれがいいんだろうかっていうのは思ってます。で、これロバート・ケネディさんが言ってて、まあ、ちょっと近いんですけど、まあ GDP ってやってるけど、まあ GDP って大気汚染とかタバコの広告とかも入ってるよねと。あとまあこう、核弾頭とかナイフとか、なんかこういうのも全部入ってるけど、子供の健康とか遊ぶ喜びとか、なんか夫婦の絆とか、なんか死の美しさ、こういうのは入ってないよね、みたいに言ってますと。で、要はこれ物の量とかその GDP みたいな測りやすいものだけで測ると全然幸せとは程遠いんじゃないかな、っていうことを言っていて、まあ、これ本当50年以上前ですけど、結構すごい鋭いこと言ってるな、と思ってます。これは個人的な意見なんですけど、やっぱ資本主義社会ってお金が最も数値化できたので、お金の重力すごかったんですよ。やっぱ会社とかやると、なんかこう、お金にならないけど、これはちょっと投資しましょうよみたいなことって本当に通らないんですね。個人単位だったら寄付とかするかもしれないんですけど、まあ僕みたいなちっちゃい会社やってても、これをちょっと環境保護団体に寄付しようって言った時に、それによってイメージアップするとか売上が上がるとかの理屈がないと、社長でも当然できないみたいなのがありましたと。で、SNS 時代に一番数値化されてやばかったのがやっぱ影響力だと思って、今まで影響力って測れなかったから良かったんですけど、今もう計測できてしまうと。で、僕のフォロワー数は25万人で、あの人50万だったら、あの人の方がすごいみたいになるので、そこの重力高まっちゃってるんですよね。ただやっぱその計測できると計測できないもののどちらが大事かっていうのはなんかあんまり本来的には本質的ではないけど、計測できるものによりやすいのが結構問題かなと思ってます。フォロワー数伸ばそうっていうのってやっぱり強烈なんですけど、まあ、例えばまあ宇野さんが言ってるような本質的にいい記事を出そうみたいなもののそのいい記事とはは測れないので、結局じゃあ PV だよねとか読まれた数だよねとかになっていってしまうので、ここ強すぎるっていうのは結構問題かなと思っています。っていうのをまず議論したいのと、あとついでに言っちゃうと先ほどまあ、ノートとかツイッターみたいなテキストと、まあ、YouTube、TikTok みたいな動画みたいな発信があったんですけど、発信の定義をやっぱりもうちょっと広めた方がいいかなと思ってます。フォートナイトでこういう僕のアイコンがボスになって戦えるっていうのを出したんですけど、まあ、これが結構めちゃくちゃ強くてムカつくんですけど、これがですね、100万プレイおお、すごい。行ったんですね。世界中のアメリカ人とかいろんな南米の人とかがプレイしまくっていて、すごい子供に見られていると。で、これ僕は発信してないんですけど、まあ、この存在をある意味発信してるので、こういうのも発信だよねと思ってますし、これをプレイしてる動画とかをインフルエンサーが上げるので、これもまあ、100万再生ぐらいされてるんですね。こんな鬼畜なゲームがあるみたいな感じで。なので、もはや自分が影響力を持たずにコンテンツ作ってインフルエンサーに楽しく拡散してもらうみたいなのは結構あるかなと思っていたりします。なので本当に自分が影響力を持つべきかっていうのはあるかなと。で、まあ、あとは、こうやって今 TikTok のエフェクトを作ってたりします。ゲームができたりするんですけど、TikTok ってエフェクトで。こういう、まあ、僕のアイコン使って、こう、避けるゲームみたいなものをやってアップしてもらうと、
まあ、露出増えるよねと思ってやってるんですけど、まあ、こういったものもあります。何が言いたいかというと、自分の影響力を上げるみたいな数字のゲームに行くよりも、いいコンテンツを作る側にみんなが行った方がいいんじゃないかなと思って、ちょっとこういうコンテンツを作るっていう方向もありますよっていうのを言いたくてちょっと紹介しました。っていうのをもとにちょっと宇野さんと議論かなと思ってます。